ウェルカム東京都、ウェルカム夢八番 TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日はですね、7月24日に日付が変わりましたので、おみこしが御旅所から八坂神社に戻っていく日です。後祭りの、山鉾巡行ということです。それと本日はですね、24日、見てられないですね。土曜の牛の日です。下鴨神社ではもう何日も長くやってるようですけれども、本来は本日だけです。蚕の社ですね。この島にいます、天照御霊神社。そこで、見てらっしゃいますので、行ってこようと思っておりますがですね、それを含めて本日はおさらいとして、祇園祭りと、それはユダヤ以来であるという説、歴史解説をさせていただきたいと思います。祇園祭りが始まったのは、上元年間ですね、859年から877年。ずっと桓武天皇から始まって清和天皇の時代ですね。これが貞元年間と言われておりましてですね、この頃に富士山が噴火したり阿蘇山が噴火したり、それと万難大難もですね、大天門の変が起こってですね、大天門が焼け落ちたりということで、ちょうどこの頃藤原の本家ですね、吉房なんかが力をつけてきたと。で、佐賀源氏ですね。今、光源氏をやってるようですけれども、ここから200年下がった時代にですね、紫式部が、佐賀源氏の源の通るを光源氏として書いたのが物語です。それで、とか、先ほどの大手門の変で、万氏ですね。これは観光なんかの流れです。それが追い落とされて、藤原宝家が力を持ってくるという時代で、これも藤原氏というのは、またこう述べていきますか、ユダヤ流れではありません、カナン人です。ということでですね、それのお祓いのためですね、疫病対策として始まったのが祇園祭りであると言われておりましてですね、これは紀元前、10世紀ぐらいですか、その10世紀以上ですね、11世紀ぐらい。ソロモンが、ジェルサレムですね、エルサレムで始めたお祭りが原型であると言われております。7月の1日から31日まで1ヶ月続きます。で、どこの祭りかと申しましたら、祇園社ですね、八坂神社のお祭りであるということですね。八坂神社は、スサノオ、ドクシナダ姫と、八人の御子ですね。八王子を祀る神社であるということですね。スサノオというのは、前にも述べましたんですけれども、イザヤの次男だと言われております。マヘル、ハシーズ、ハシハールですね。素早く動いて、分取るという意味だそうです。要するに586年、ビフォークラストの586年ですね、BC ですよ。紀元前586年に、バビロンの捕囚に遭います。それをイザヤが、神の預言者ですね、知って、その前に、イザヤの最初の神器ですね、アークを持ってですね、東へ向かったと。それを持ってきたのが、スサノオのであるということですね。ですから、日本の、後期というのは、ビフォークライストの660円になっているということ、ちょうどその辺の合うと思いますね。で、クシナダ姫とですね、高間ヶ原というのは、一応、阿波のですね、亀山町の辺であるということですね。そこから降りてきて出会ったのが、クシナダ姫ですね。テナズチ、アシナズチの娘であるということで、テナズチ、アシナズチというのは、大山積の子孫だと言われておりましてですね。それは、もう先に入植していたですね、
ユダヤ人のこれも子孫で、これが国つかみと言われているようです。国つかみとは、天つかみですね。スサノオトの生まれた子供が8人の巫女だということですね。一応四男坊が大年と言われておりますが、これが逃げ早日です。ですから諸部氏の原型になってですね、畑氏なんかは、イエス・キリストをメシアと信じる一族ですので、紀元5です。ですからこの諸部氏というのは、秦の始皇帝の徐福がですね、連れてきた一族の流れが色濃く残っておりますので、ユダヤの祭りであるということですね。それをどこで示しているかというふうに申しましたらですね、山鉾巡行ですね、これほとんどがもう先祭りで終わってしまっていますが、観光鉾ですね、それでは岡鉾、妄想山なんかに前だれにかけられておりますもので、表されているということですね。観光僕が一番有名です。サムネイルのところの真ん中に貼っておきましたですけど、題材は水を供するレベッカです。これは、アブラハム、イザク、ヤコブと。で、ヤコブから十二支族分かれていきますが、イザクですね。イザクの嫁を選ぶのにですね、レベッカを お付きの人ですね、が探しに行きます。それで、非常に優しいレベッカですね、そのお付きの人ですね、年配の老人に水を与えると。で、これ、この方がいいんじゃないかということで、副材としましてですね、イザクの嫁選びが題材になっております。なぜ観光僕というのは、中国由来の話が出てくると表向きには語られておりますが、なぜこういう前だれをかけるんかということですね。これは暗に、そういう時代流れであるということを指し示しているとしか思いません。これはどうも、元のやつはもう、巡行の時に、複製ですね、レプリカをかけるようですけれども、重要文が題になっているそうです。で、江戸期ぐらいにですね、輸入しているようですね。これタピスリーですね、ベルギーですか。で、なんでこれキリスト教旧世の時代にこんなものがかけられて何も言われなかったのはおかしいですよね。もう大体後ろで分かってるということですね。これが一番有名です。韓国語の水を供するレベカと、それと放火墓というのは、これも中国流れで、の話が出てくると思いますが、前誰はですね、バグダッドですね。バグダッドというのはウルです。要するに、そこを通ってですね、アブラハムはカナンの地ですね、イスラエルの地に入ってきたと言われておりましてですね、それを暗に、なんでこれバグダッドの前だれですね、そのタペスリーをかけるのかというのもおかしいですよね。バグダッドというのはウルであって、バビロンというのはその辺です。今のイラクですね。それと、妄想山ですね。これも中国流れの話が出て、前向きには出てきますが、前だら、横の方ですね。横にシルクロードを行くラクダの絵が描かれてますよね。サムエルにも貼っときました。なぜですかね、これ。東へ向かえ、東へ向かえというのは、アクティバですかね。イスラエルの今の国家にも出てきますけれども、要するに、ユダヤ人が東へ向かってきたと。その最終点は日本である、大和民族であるということがここで暗に示されていると思います。それと7月17日の先祭りからはですね、ノアの箱舟が荒れて三景に到着したと。
長野洪水を逃れてですね、この日であるというのもこれおかしいですわね。で、他に剣山に、おみこしを担ぎ上げるのも7月17日です。ですから、剣山にまず、泡にですね、到達したイスサのアマテラスですね。アマテラスは、ヒデキア王の王妃と言われております。それと月読みですね。三人が、スサノオは、ウナバラを治めたと。それと、アマテラスは、トウツキヨミというのは、高間原ですね。阿波の神山町へ上がっていったということですんで、その歴史的な流れがここに掲げられていると思いますし、ウナバラを治めたスサノオは、阿波の海洋場の獅子杭ですね。ここの祇園祭りも、メインは7月17日であるということですね。なぜ7月17日にしなければいけないのかと言いましたら、ノアの箱舟がノアの洪水に逃れてアララテ山に到達した日であるということですね。これを見ても同じく祇園祭りの先祭りの巡行はこれ7月17日でこれがメインですよね。この日におみこしが来て本日帰っていくということですね。おみこしは、こう、なぜこういう巡行しなければいけないかと言いましたら、あれですよね、10階席番なんかも入れられておりますけれども、モーゼですね。モーゼが、エジプトからカナンの地へ入るのに40年、転々としますわね。それを彷彿させているということで、そういうユダヤの流れを色濃く残しているということですね。で、最終の7月31日は、駅神社ですかね。ここで、この末社です。境内拙者いうんですかね。八坂神社の中にある駅神社というのところで血の輪くぐりをします。で、庶民、将来の子孫であるということを、ちまきでですね、京都の一軒家におられる方はこう掲げてます。それはどういうことかと言いましたら、スサノオがですね、宿を貸してくれませんかというふうに回ったら、金持ちである家臣翔丹は断ったと。で、庶民将来というのは、お金もあまりないんやけれども、気持ちよく受け入れたと。そういうことで、庶民将来子孫なりとして、掲げるわけですが、最終的に、山鉾でも売られておりますが、最終的にこれ八坂神社でちまきが売られるということで、庶民将来ということは、いつか将来ですね、蘇るためであるというふうに、大和民族であるというのを誇りにして、京都の人たちは過ごしておりますね。これも全部仕掛けしてるのは八坂ガラスですけれども、旧約聖書で、ダニエル書とか、エゼキエル書に出てくるらしいんですが、いつか、聖書を知らない民がですね、復活してくるんだと。大和民族の復活ですよね。それを暗に示しているのが、祇園祭りであると。祇園祭りはユダヤ由来であると。これは信じる人も信じない人も、おられると思いますがですね、信じる人は、大和民族としてユダヤの血が入っていると思えばそれでいいと思います。だいたい薬遺伝子でですね、40% がユダヤ流れのようです。もちろん天皇家はユダヤ流れです。ということで本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございます。この、佐賀源氏もこの藤原北家から追い落とされてますからね。ですから、
源氏と言いましたら、この清和源氏から始まった武家の流れですけれども、今東の源氏やってるのはこの佐賀佐賀店の52代ですかねの佐賀天皇の源氏であってですね、この武家の源氏とは流れがちゃう、違うということですね。天皇の流れは間違いない、一緒ですけれどね。ということを付け加えて、本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。